おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はじゃん、セブンイレブン抹茶練乳氷、京都宇治抹茶使用、分類は評価ですね。セブンイレブンさん、本当にかき氷めっちゃ頑張ってますよね。美味しそう、練乳と抹茶って。早速開けていきます。よいしょ。開けるとこんな感じ、抹茶がもう全面に出てますね。練乳は中にあるのかな。早速一口食べていきます。よいしょ。うん、抹茶の氷はね、結構ほろ苦系です。練乳どこにいるんだろう、わからない。練乳がどこにいるのかわからない。いました、練乳。なんと下に、下からとろっと出てきました。これと一緒に食べると、うん、クリーミーな練乳のソースとほろ苦の抹茶のあのかき氷がよく合いますね。これ全部、このかき氷全部が抹茶だから、一部が宇治抹茶かかってるとかじゃないから、もうめちゃくちゃ濃厚なあの抹茶の味わいが存分に楽しめます。中から練乳が出てくるから、あの上食べちゃったらもう練乳終わりっていうのもないしね。混ぜて食べることもできます。おいしい。お茶のセブンイレブンで今売ってると思います。皆さんも探して食べてみてください。それでは今日はこれでおしまいです。バイバイ。今日ご紹介したアイスは、セブンプレミアム京都宇治抹茶使用抹茶練乳氷です。皆さんも近くのセブンイレブンで探してみてください。ではまた。